んにちは、マナスケチャンネル3です。昨日からね、試しにね、やってみたところ面白くなりまして、今日もね午前中に、ソフビに色を塗るための塗料を買ってきてね、今終わったところです。なんでね、あの塗料を塗ろうかと 思ったかと言いますと、もともとねフィギュアじゃなくちゃダメだと思ったくらいね、ソフビってすごいチャチね、こうイメージがあったんですよ。偏見なんですけども、なんですが、先日ウルトラセブンの、ね、ソフビを、ね、見たところ、あ、クオリティ高いなと思って、でよく見てみるとちょっと色が、ね、足りないような、まあお絵描きしますのでそういった細かいところに気がつくんですけれども、色の足りないようなところも見つけましてね、いやちょっとソフビで色をね、塗ってみようかと思ったんですが、何で塗ったらいいかわからなくて、まあ、動画などでねこう調べたところ、ソフビにはね、V カラーとかいうね専用のものがあるんですが、うちにねのそんなものはありませんで、あるのはもうね、何十年も前にプラモを作ろうと思って、買いました、あ、タミヤのね、プラカラーですね、これがこういうのがこうとか、あと先日始めた N ゲージでねちょっと塗ろうと思って、買ってきました。あ、こういったね、水性のホビーカラーぐらいしかないんですが、そういったものあるものを使って、塗ろうと思ってね、買いました。で、その他に知りませんでしたが、うちには、プラモデル用に買いましたツヤ出しクリアっていうのはありましたが、ね、昨日ね試しに塗ってみたところ、テッカテカになりまして、逆にねツヤ消しクリアっていうのがあるそうで、それを買って、それを買ってきて、塗ったところいい感じになりましたので、今ね、ちょっとねお見せしたいと思います。で、今日はもう実に何十年ぶりかんで、塗料皿なんてのをね、買ってきまして、まあそんなに使うこともないかもしれませんけど、うちにねないので、とりあえずこういうの買ってきて、あともともとお絵かきするので買ってあったこれ100均の5本セットのこれ豚毛の筆と、これもまたホームセンターで買った、まあ、筆とかですね、1本100円程度の、まあ、そのこの2本で塗ってしまいました。それではね、1つずつどのぐらいできたかって、まあ、どのぐらい塗ったかっていうのをねちょっとご説明させていただきたいと思います。まずは色を塗ろうと思ったきっかけとなりました、こちらウルトラセブンですね。今拡大します。もうね、まめにやってる人に比べたらかなり雑ですが、でしかもね、まめな人は一度サーフェイサーっていうのをこうシャースプレー式のやつとかをねこう吹きつけて一からね下地作っといてから塗る方もいましたが、俺今ちょっとそんな、余裕がないの、まあ、余裕もお金もないので、直接こう塗るような方法をしましたが、もうノーマルだとここのねこのセブンのこのアーマーといいますか、この部分のところのはクリアなそのままのシルバーだったんですけど、そこによーく見ると色が入ってるなということで、まあ、それっぽい感じで、こちら光沢クリームイエローっていうのを買ってきて、ここにこう雑に塗りました。それからねこの頭のところにもついているのでそれも塗りました。で、ここの赤はうちにあったそのタミヤの、アクリルペイントということで、アクリル絵の具なんでね、塗ったところ発色良かった、すごいねいい発色して、こういったところもこう雑なんですがそのまま気にしません、軽くね遊びで塗ってるだけなんで、で塗ったところテカテカになったので、こちらの、水性のホビーカラーで艶消しクリアーっていうのを塗りました。でそれで塗ってみたら、このついでにちょっとねタロンがあったのタロンも同じように塗ってました。なんですが、もともとやろうと思ったのは今ね塗り終わったところなんですけども、
こちらティナと、初代マンの一番ね古い感じのソフビが、まあ、あのこれが一番小さいんですけども、顔がもうすごいハゲたんで遊び倒したのがね、のハゲてるのもいいとこなので、これちょっと塗ろうと思ってね、今日はこちらスーパーシルバーということで、シルバーで色ちょっとね、あの明るかったりとかね暗かったりするもあるみたいですが、いや適当に塗っちゃおうと、塗っちゃえということで、こうねちょっと今塗ったところ逆にねこう塗装しました予感が逆にねいい味出したなというふうに思います。例えばね初代マンなんてこんな感じでね塗りましたような感じで顔出てるじゃない、一番最初ちょっとこれは、まあ、足が尖ってますけども、こんな感じの雰囲気になります。それを塗ってたら、あじゃあどうせこのセブン でこのセブンのねこのクオリティがあの高いのが気に入りました、気に入りまして、今までねその HG フィギュアとかフィギュアじゃなくてダメだと思ったんですけど、このサイズ俺はね今のこれを集めようと思ってね、このサイズをあこのサイズかこのサイズで一番最初にあのアストラから始めたんですが、それは何でかって言ったらジオラマのモデル飾りとして、やったところ、ね、あちょっとあれも入れたらどうかなってやってるうちにね結構頭ってしまいました。でねそんな感じまで塗装塗料で塗装がこう楽しくなりまして、今ついでにじゃあやってしまおうと思ったセブンでお試ししたのでやってしまったのが、今度はこの太郎のねこっち小さいやつですけど、この大きい方またこのね顔のクオリティがいいですよね。で太郎も同じくこのアーマーといいますかね、この部分のところにもあのもうこう雑にクリーム色塗りまして、拡大するとこういったところに赤が映ってますが、気になりません。あとこのここの頭のね部分もセブンもそうですけども、このところにあのねクリーム色をこう塗りまして、タロウのがこう点々なので大変なんですけども、めんどくさいので点々とやりまして、ねでねタロウもこのセブンと一緒で、先ほどのアクリルの赤で、ね、レッドで塗って上から艶消しあのクリアで塗りまして完成となりました。はい、というわけでね、あのソフビ塗装塗料が塗料じゃねえソフビ塗装がもう楽しくなっちゃって、こんな感じでね、またね、いいネタ、まあ、うちにもいっぱいありますけれども、あの昔はねあの全面的に塗ったような気がしたんですけど、昨日初めあのねの動画で説明した通り、この背面のところがこれこういう風にね塗ってないものがあるんです。これは塗ってあるんですけどもね、ということでそうなると必要なのは、今の平成とかのウルトラマンだとこのブルーのね色がもう持ってないので、またこれもね揃えなくちゃなとは思ってるのですが、今のところあるものでということで、赤とかね白とか黒とかでできるものということで、あとシルバー系を買いましたけど、できるものということで初めての塗装をしてみました。いいですねこのサイズのね、このサイズのあのウルトラマンはこの出来がね顔の出来がこういいので、これ気に入りました。あと今日ねゾフィーがあったんですが、ゾフィーと一緒に抱き合わせでまたセブンあったので、セブンねもう一体あるんですけど、そんなにねいらないなと思って、またね機会がありましたらあのゾフィー兄さんもこう買おうかなというふうに思ってます。はい、というわけでね、この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上マーステチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。